思う。いやめっちゃ投稿ペース早いでしょ。早いねー。めっちゃ頑張ったからね。謝れ。すまん。まあ前回から3ヶ月も空いちゃって内容が内容状態なので前回を振り返ろうと思います。前回何したっけ。前回はファンタグレープを飲みすぎて紫色になって機関車トーマスに乗ってヤンヤンつけ棒を食べました。食べてねえよ。そして今回は唐突に最終回なのですが最後のレベル5に到達して終わりますよ。いやでもどうやってここまでの進捗めちゃくちゃ難しくないか。いやどうやってここまでの進捗はそんなに難しいです。なので私の可愛い可愛い奴隷たちにが奴隷たちにが奴隷たち奴隷たち奴隷奴隷奴隷てかさっきから何してるんだ。人工的に人間を生み出す。黙れ。はい正解はこちらでした。お前これは隕石クラフトのやつじゃねえか。そうですよ千鶴さんのデータパックのやつです。まあ実はこの撮影した時が隕石クラフト始める前だったのでこの時初めて触ったんですがね。かそれじゃあ一人ずつ前に出てきてもらいます。まあレベル4に行ったばかりなんで祝砲として畑に一発打ち込みます。しっかり作った人に許可もらったな。ではレベル4を記念して What the fuck? いやなんで地形壊れないんだよ。壊れないといけないのかよ。隕石クラフト見てる方なら知ってると思いますがこのランチャー弾薬に乗ることもできるんです。は？なんか一発気合を打ち込んでほしい方がいましたよ。おい、まさかお前消えた。まあもちろん仲いい人で許可も得てますから良い子は真似しないようにね。マイクラならいいだろ。ではここから急に展開変わりますがまずレベル5に上がるために第一試験があります。これを突破しないといけないということか。まあ詳しく言ったらこれを突破しないといけないという設定なんです。おい。ではレベル4の力を味合わせてやる。さあどんなボスが出てくるんだ。では画面見せたいので引きまーす。さあ始まりましたボス戦。なんかストレイみたいなやついるな。音がやばい。後ろ攻撃力がマジで半端ないので被弾少なめで頑張っていきます。こんなボスどっから出てきたんだ。参加者に作ってもらいます。作ってもらい逃げては殴って逃げては殴っての繰り返しですよ。まあいくらレベル4でも装備きてないからな。ちなみにこれがレベル4の効果ですよ。竜ですね。どこが。こんな感じで火炎弾をたくさん出してきたり結構エグいことしてきます。何これ。はあ、はあははあ、めっちゃ疲れた。もう結構やってますよこれ。え？なんか古文のスケルトンを出して攻撃もしてきますね。すごい作り込みだな。そしてこいつの必殺技が。いやいややばいぞ逃げろ逃げろ。空中に浮いて大爆発するという。いやでもあれは距離。せめてボスの攻撃で死んで。ちなみに他のレベル4の方はクリアしてましたね。お前は倒すことができればレベル5に上がる第一関門突破です。いやだからお前倒せてないからいけないだろ。私は権力というものがあるので自由です。25回くらいしね。まあでもレベル4 4人で倒すグループ面接は合格したので試験は合格です。あーじゃあ合格ですね。まああとは隠し進捗2つをやればレベル5に上がることができます。じゃあどうやってここまでの準備しないといけないじゃねえか。その前にあるゆっくり系マルチに代々伝わる伝統的な作業があるんですよ。お、なんだ作業台ハウスを怖そうの儀式。これいる。まあまあ伝統芸能ですから。いや伝統もクソ。まあこれだけは見せときたかったので見せました。ただの家破壊なんだがな。いや、最後に家を破壊して閉めるのが伝統なんですよ。ねえ。では家もボコボコになったところで本題のどうやってここまでをやっていきます。まずいろいろ準備しないとな。それがもう準備できてるんです。You know. まあ参加者の方が準備してくださって私何もしてないんですけどね。無能。ではまず不吉な予感をつけて村の襲撃イベントをつけに行かないといけないので準備してくれた方についていきます。レベル4でもこの歩くスピードなのに5もっとやばいんだろ。まあ山手線使わずに歩いた方が早いって言われてますからね。乗りすぎるとがっかりするぞ。そしてゲートから出てしばらく歩いたら村があったのでここでイベントを起こすみたいです。そしてその近くにおっさんの拠点があったのでここで不吉な予感をつけれます。こんなとこまで見つけてくださったんだぞ感謝しろよ。よーしよ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 し。とりあえず旗持ちを倒してくれてイベントを起こせるようなのでイベントやっちゃいましょう。もうランチャーとかも使ってちゃっちゃと終わらします。ランチャーだけにちゃっちゃってか。よーしよしよし。はいということで難なく村の英雄獲得です。次はもう一度不吉な予感をつけないといけないんだな。そしておっさんの拠点の方にまた旗持ちが復活していたのでもう一度不吉な予感をつけます。ここから時間が関係してくるぞ。ここで案内してくださった方に拠点に戻っておいてくださいと言われたので戻ります。一応拠点も村判定になっていて下手したらイベントが起きてしまうので起こさないように注意して通ります。お、なんかビーコンらしきものが見えるが。そうです。これがどうやってここまで装置。これで誰でも簡単にどうやってここまでができるんです。いやこんなもの作ってくださったのか嬉しいよ。はいでは準備が整ったようなのでまず近くに海底神殿がありそこで採掘速度低下をつけに行きますよ。採掘速度低下は5分しかないからあまりのんびりはしてられないな。海底神殿に着いたらすぐに着きましたね。そしたら戻ってまずここのチェストに全ポーション用意してあるんですって。パカリオ。いつの間にこんなに集めたんですか。お前が遊んでる時に裏で作ってくれてたんだろ。感謝として足舐めさせてください。逃げてください。感謝の恩返しがしたいのに。汚ねえな。まあそれはいいとしてこれをこの装置の横についてるチェストに入れるんですって。なんか吸収されていったな。あとこの光の弓矢も2つ3つほど入れるらしいです。さあそろそろ準備 OK じゃねえか。ではお腹を空かせたところでいざチャレンジです。まずは金リンゴで衝撃吸収をつけます。そして時間がないのですぐ装置の方に行って装置の中に入り一応さっき使い方説明してもらったんですがテンパってよくわからなくなってます。何してんだよ。まあまずはここで往復しているかの行為がつくまで待つんですよ。ついてるっぽいぞ。そしているかの行為がついたらえっと何すんの。バカなの。いや
や、こういうのマジで頭真っ白になるから。わかる。ソーダシュルカーの玉を受けたらフグを食べるんですよ。もうここから止まれないぞ。はいはいはい、すぐにフグ食べますよ。ああ、そういうのいいから。はい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 、食べて次はエイトレバーを一回だけ下げる。ほい、そして最後に怪しげなシチューを飲め。いや、怪しげなシチューないんですけど、あった。いや、間に合うか、これとりあえず飲むしかない。やー、頼む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 、失敗しました。だろうな。まあまだチャンスがあるのでよかったですけど、悔しいですね。いや、お前の記憶力がやばいだけだろ。はい、では早速2回目、玉を受けてフグ食べてレバーを下げるとこ。あ、大丈夫かな。大丈夫じゃないです。とりあえず工程を続けていきます。なんかレバー上げ下げしすぎておかしくなりました。何してんだよ。これで2回目の失敗です。もう呆れてるだろこれ。というか、そもそも皆さんお気づきでしょうか。なんだ、近くにビーコンがあるのに右上にビーコン効果反映されてないんですよ。それはこの企画ですでに効果としてついてるからいいのでは。いや、これは多分コマンドが邪魔してるんですよ。つまりこの企画と相性がめちゃくちゃ悪いということです。誰だこの企画考えたやつ、こいつだわ。最終回にしてここで行き詰まる。ちゃんとテストプレイしとけ。なのでこれ3回目完璧にいけたんですが、達成されないんですよ。ダメだこや。はい、ということで一度コマンド消してでフォルトの状態に戻しました。まあこれに至ってはどうしようもなかったし、しゃあないな。ではイルカの行為をつけてシュルカーの玉に当たってフグを食べて猛毒をつけた後にレバーを下げてポーションと光の矢を受けて最後に怪しできました。やっとこれでレベル5ですよ。クロスボウの隠し進捗は？あ、だる。やれ。今回はマルチなのでプレイヤーでも判定やるんじゃないかということで協力してもらいました。まあモブだからな。ちなみに知らない人に言うと、クロスボウの隠し進捗は貫通で一度にそれぞれ違うモブを同時に倒すという進捗です。失敗しました。何てこずってんだよ。いや、こんなとこで時間かけたくないので1マスに集めて無事成功しました。しっかり参加者も入ってるんだな。でもこれ狼が生きていて参加者含め全部で6匹入っていたので参加者も達成の判定やるっぽいですね。5匹と1人って言えよ、6匹って言うな。はい、では皆さんお待たせしました。他のレベル4の方も進捗終わらせたので式を始めていきます。ついに最終レベルのレベル5だな。それではお祝い品もたくさんもらったところで式を始めていきます。早くやれ。無事にレベル5になれました。いやー、長かったなー。ちなみに走るスピードはこんな感じです。山手線より遅いだろ。全体の効果見せてくれよ。全体効果はこんな感じです。何これ。13個もの効果が常についてる状態です。最強やんけー。ちなみにマイクラ詳しい方ならもうお察しかもしれないですが、衝撃吸収の効果与えすぎてて体力がこんな感じなのでもう死ぬことはありません。マジで無敵だった。他の方もしっかりレベル5になってますね。到達したのはお前含めて3人だったな。では耐久テストをします。まずはランチャー。無傷、続いて奈落。無傷、バランス崩壊してない。落下。はい、無傷、死にました。死ぬのかよ。ちなみに水中歩行のついた足装備を着て水を泳ぐと早すぎて花火なしでエリトラで飛べちゃいます。とりあえずヤバいのは伝わった。ということで、新ゆっくり系しかいないマインクラフト、これにて終了となります。長かったようで短かったような。もちろん次回のマルチシリーズは決まっていて参加者も集め終わったので楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。